なんか芦田川のところのさ、新しい橋できよるじゃん。いつからやっとんかな、あれ。結構もう何年もやってるような印象あるけど、あんまりなんか細かく見てないけどさ、なんかずっとやってんなみたいな。なんかずっとやってんなみたいな感じじゃん、あの草戸のところで。見に行ったんよ、もうちょっと重い腰を上げて。なかなかなんかちょっとさ、ちょうどなんか行きにくくない、あそこ。なんか写真撮ろうと思ったらやっぱちょっと歩かんといけんでしょう。なんかちょっとむずいよね、あそこ歩ける状態であの場所に行くのって。なんかむずくてさ、ちょっとめんどいなと思ったけど、でも今しか撮れないじゃん、こういうのって。で、多分同じように気にかけてる人おるかもしれんなと思ったから、ちょっともう重い腰を上げて行ってきたわ。来年の3月16日まで工事するのかな。来年にはもう仕上がるってことよね。多分ね。で、なんかこういう感じでなんかどんな風に繋がるかっていうのがなんかあったんよ。で、まあ、ちょっと撮っといたわ。なんか夕日がちょっと見えとるけど、こんな感じらしい現在地で。なんかね、芦田川のところなんか橋できてんなーっていう、俺芦田川のところだけなんかなってちょっと思ってたんだけど、そうじゃなくって割と大規模なやつっぽいね。どこまでやるのかな。この向こう側は見てないんだけどさ、橋渡った先のところ、これシンプルにあれかと思ってた。なんか今かかってる橋がなんか古いじゃん、古めかしいじゃん、なんか古めかしいから、なんか とりあえずじゃないな、とりあえず新しいやつにしよっかなみたいなことなんかなと思ってたんよ。しよっかな的なことかなと思ってたら、どうやら割とこの手前のところ、今なんかその看板、この写真撮ってるこの看板があるところは、その現在地って書いてあるからわかるか、土手からちょっと市街地方面にちょっと、はい、あの坂を下ったところかな、下りきるかどうかくらいのところあるじゃん、橋、芦田川を渡ってきたとして市街地方面に、だから坂下るじゃん、とりあえずまっすぐ行ったら、の右手のところ。まあ一応こういうのもね、見やすいんかなと思って一応撮るだけ撮っといた。こんな感じ、まあ、さっきと一緒よね、これはね。まあ、こういう風につながるらしいよ。草戸インターチェンジかっこ仮かな、野上の方が右手よな、右の方が野上の方で、左の方が、まあ、沼熊とかさ、そっち方面だよな。どことつながるんこれ。どこと一緒になるの、インターチェンジがあの、川を渡った向こうら辺にできるってこと、これは何につながるん。これは何につながる、どの道よ、これ。どの道、こんなとこにこんな、なんか、でかそうな道あったっけ。普段この辺通らんからさ、こんなとこにあったっけ。で、2号線がまだまだ全然、この地図で言うと上側、北側、北でいいのかな、上だけ北よな、全然汚いよ。で、2号線とかじゃないんよ、全体的にでかい道作るみたいなことなんかな。あ、でも熊野に抜けるんだ、熊野にインターチェンジができるってことで、間いろんなところにインターチェンジ作っていくってこと、中はインターチェンジで、そこでじゃあ今日降りれるようにするいうことよな。福山道路って何。福山道路ってそんな福山を代表するような名前のとこがあるの。瀬戸町がその辺ってことよね。このこれで言うとこの左上のところよね。なんかようわからんな。ちょっとイメージできんわ。まあこんな感じになるらしいよ。福山沼熊線。まあ、そもそも沼熊とつなぐっていうことが目的なんか。てか俺結構さ、
なんか白川に橋ができおるわくらいの感じだったけど、全然そんな規模の話じゃないんだね。福山と沼熊をもうもっと近く感じられるようにつなごうみたいなことなんだろうね。さっき福山から沼熊に抜ける道がもう一個できるってこと？ここだから位置的にさ、あっこじゃないじゃん。なんか、なんていうの、沼熊に行く道といえばあのグリーライン、なんていう、山上がって左行ったらグリーライン、グリーンライン、まっすぐ行ったら沼熊みたいな道あるじゃん、福山方面から行って。とりあえずあっこがメインじゃん今のとこ。多分俺の中で沼熊行くって言ったらもうあの道なんだけど、なんかもう一個主要なところができそうな感じよね。どこに出るんだろう、ちょっとようわからんなこれさ、なんかようわからんけどこんな感じになるらしい。あ、主要地方道福山沼熊線っていうのあるね。これが今までのあれかな、あっぽいな、なんかこの辺からざっくりこの辺、あ、これっぽいな。それとこの点線何この点線はどういうこと？点線は一応行けますよってことかな、今後つなぐ予定がありますよってことかな。ここつないでくれたら楽だね。なんかバリエーションが増えそうよねなんか福山沼熊間のバリエーションが生き生きする際の。でちょっと引いてで撮影した感じはこんな感じ。右の方がじゃけあれな、あの橋の橋とか、まあ、道路か、道路の土台になるっぽいところ。で後ろにフォーコス方面、そうで、さっき見た地図みたいなやつがこの左側の看板のやつね。なんかあんまりじっくり見ないかなと思ってすげえ適当に撮っちゃったけど、結構あれだね、なんか普段じっくり見んのよ俺こういうので、ああやっとんじゃなくらいの感じなんだけど、見た人はちょっと気になるね、ちゃんと見たくなるね。なんかもうちょっとちゃんと撮っとけかと。でこんな感じで付近まあ、駐車場みたいな、この空き地みたいになっとるんじゃん。ここ多分道になるんよこの場所おそらくね。っていうのもあの橋がさ、さっきの写真であの橋っていうか道路っていうかあれの下部分、土台がこれ土台なんだろうなみたいな、あの高架の下の部分みたいなやつあったじゃん、あれの直線上がこれない、ここないよ。で多分ここにあるもの多分全部潰していってんだと思うよね。ここ前建物あったんかどうなのかちょっと覚えてないんだけど、あったんだとしたら多分全部取り壊していってて、ここをもうまっすぐ道にしちゃうみたいな、そういうことなんだと思うよな。でここだってさっきの土台部分があったじゃん。あでこれ看板取ってたあの場所から多分動いてないんよ、普通に振り返って撮影してるだけだと思うから。でも直線上じゃん。でさっきだあの高さだったから、こうなだらかに下っていくって考えるとこの辺道になるんだと思うよ。だけなんかね、こういうタイミングってさ、やっぱ今しか撮れんじゃん。なんか今日もな、もうええかなとかと思って、なんかあんまじっくり撮らずに帰ろうかなとかと思ったんだけど、でもやっぱ後から橋ができてしまってからもう絶対撮れんからな。で、ちょっと撮っとかんといけんなと思ってね。これこんな感じね。で、これどっから撮ったんこれ。なんか別に入っちゃいけんとこ入ってないからね。大丈夫よな。なんか、あ、道があって、多分ここ、柵がなんか、ここだけガクッとなっとったんだろうね。なんか、柵の内側から撮ってる人みたいになってるけど、そうじゃなくて、普通に歩道だと思うんだけど、柵乗り越えたりしてないからな。だから自分でどっから撮ったんこれってなった。あ、じゃあけ、これ、あれね、さっきのあの看板が そこ見えるじゃん。で、道路のところがあの高さだから、あ、でも、もっと上を通すのかな。だからこの下にすぐ道路とかじゃなくって、割とこの上部分がもっとずっと長いってことなのかな。で、この下のところには坂道になっ
るっていうよりも、あの土台がそこにまた出来上がるってことなのかな。なんかちょっとわかんないけど、なんかそんなこの角度だったらそんな気がする。ちょっと遠近感で分かりにくいけど、そんな気がするよね。そんな気がするよね。でこの道挟んだところですね。ああそうだな、この高さだったらあれだね、 そこの空き地みたいな、左側の空き地みたいなところはまだ土台が立つくらいの感じか。結構高さあるよ。あの歩道橋と見比べると分かると思うけど、割と高いっしょ。割とね、ちょっとこれ以上ないけど、こんな感じで歩道橋より高いもんね。で工事中っつって、でこれ基本的に普通にさ橋を取ろうかなって思ってただけなんだけど、ていうかこの何違う、今思ったんだけど、あれこの橋って左側通ってるな、これ何、あれかな、橋部分は、橋部分はあの高架の土台のみたいなやつの左側のやつ で何にしてもこっちの道路の方までは伸びてるんだろうけど、でインターチェンジがあったじゃん。んじゃっけさっきのあれをよう見ろやって話なんだと思うんだけど、で 上のところはもうずっと奥側から伸びてる道っていうことか。てけ俺頭の中でこの下の道路をここからグッと上がって、で何ていうの、この直線ずっと伸びてるまっすぐの道がここでグッと上がって、で向こうでなんか合流する、橋の向こうのところで合流するインターチェンジみたいなのができるのかなと思ってて、でここはもう橋のやつかなと思ってたんだけど、そうじゃないな、これ多分上のところをずっと通すんだな、おそらく。いや分からんけどな俺の考えなんか分からんけど、見た感じ一番手前の道はそのままで、でこの高架みたいになっているところは上じゃけ、あの自動車道なんていうの、自動車専用道路みたいなのあるじゃん、2号線とかなってるじゃん、福山から尾道の間、あんな感じになるってこと、自動車専用道路的なあの感じになるってことかな、ちょっとわからんな。にしてはなんかでもちょっと狭そうな気もするし、でも左側に橋ができよるな、ようわからんな。左側明らかにこれ橋が伸びてるんよね、壊してるんじゃないよねちょっとなんかわからんなってきた。なんかこれさ現地に歩いてさ行ったんだけど、いやなかったよねこんなところに橋って昔から、多分これ壊してんのかな、ちょっとわかる人おったら書いといてコメ欄に。なんか古い気もするな、こんな直線で伸びてたっけ。この手前のこの道はあったんよ、この道、ここでも2本でそんな長く、でこの向こう側に橋はあったんだけど、そこそんこんな長くなかったような奥側、多分今作ってるんだと思うんだけど、ちょっとわからんなってきたな多分そうだと思う、作ってるんだと思うよ。で今また後で写真出ると思うけど、だけ作ってる最中の橋と古い橋が両方できてきとる、両方あるような感じになっとるんよ。そうちょっとわかりにくいな。あこれね、んでこれじゃけ土手のところの交差点、あじゃけやっぱあいいよな、手前のところが昔からある細い橋で、写真の奥側が新しい橋だから、
新しい方がずっと伸びてんだ。で、いいんだ。あれ新しいんだ。で、ずっと直線のやつ上通して、で、橋のやつがもっと手前からじゃけ、橋ができるってこと？あの手前部分気づかんかったな。やってたんだな。いるっけそれ。あ、いるか。こっち側のさ、この道自体を潰すんかな。だって多分この手前の昔からある方の橋ともだいぶ古いんよ。それを立て直すのか両方使うのか、ちょっとそこはわからんのんじゃけど、潰すんかな。潰すんだとしたらだいぶ道ずれるよね。潰すつもりだ、潰すつもりで、こっち側の橋、新しい橋の方のまっすぐ行けるようにしとるんだったら納得できるかな。こんな感じでできていて、やっぱ新しい方よね。新しく今作るようにね、そこね。なんかそのこの高架の土台みたいなところと橋、なんていうの、最終的になんか一個になるんかなくらい思ってたけど、どう考えても違うわな。だけどその土台のやつは上に道路が出来上がって、で川渡ったところのインターチェンジで合流するよっぽい雰囲気を感じるね。なんかでも高さ的に不思議じゃない？なんか変な感じよね。こっちでも手前のさ、今あるこの写真撮るときに立ってるこの場所の道をさ、潰すわけではないじゃん、おそらく。道自体は、橋は壊すかもしんないけど、高さがさ結構違うから、なんか変な感じよね。向こうの新しい道というか橋というか、あっちとね、あの下なんかすんのかな。あ、でもなんかあの右下のところ小さい土台みたいなあるね。高架みたいになるのかな。下なんか使うんかな。で、これが土手側から見た新しい橋ね。で、奥側が古い橋、ちょっと今見えてないけど、手前にある横ワッとなっとるワッとなっとるのが新しい橋。土手綺麗じゃろう。なんか草刈りしたらしいよらしいよっていうか、あのしてたよ、明らかに。うん、なんか芝生みたいになってた、綺麗だった。で、橋の下にもなんかこう重機というかあれがありますね。で、奥側ちょっと見えてる、これ一つの橋じゃなくって、あれね、奥側なんかボロい感じのやつ、あれが昔の橋。これね、こうしたら見えるか。で、手前のところが新しい橋。なんかちょうど一体化して見えるけど違うんよ。これは2個の橋です。で、まあなんか普通に土手の方からこの辺まで来れそうだったから、ちょっと歩いてみた。で、このこう見たらわかるか。で、これが今新しい方の橋の下を通ろうとしてるところで、右側に見えるのが古い方の橋で、結構ね、古い方の橋小さいんよ。狭い、幅が狭いんよね。だけど、まあね、ここ新しくなるのはすごく使いやすくなりそうだなと思うね。新しい橋と古い橋が同時にその中間で撮影、これとかもさ絶対今しかできんじゃん。だけど撮っといた方がいいよ、ほんまに。昔ここに橋があったっていうのを分からんなるから、やっぱ風景変わると。建物とかもそうなんだけどさ、なんか、あ、ここ建物なんかあったけど、あれ何だったっけとかってよくなるじゃん。橋もさ、なんか昔あったけど、どんな感じの橋だったっけみたいな、わからんなるから、うん、ちょっと今、撮っといた方がいいよ。本当に。まあ、あとは似たような写真にはなるわな。こんな感じ。古い、橋側から、撮ったやつ。そう、一応なんかこの後ろ側、何、土手からさ
あ、じゃあ普通の道からさ、土手のこの下に降りるところの道があるんだけど、一応なんかここ車はなんか工事車両が通りますみたいな感じの表示があって、そう、でも一応歩くのはいいんだと思うよ。だって向こう側から来たけど何も入っちゃダメですとかってなってなかったから。で基本的にその橋を工事するために、なんていう、土手ってさ一直線でなんていう歩いてずっと行けるようになってる、なってるじゃん、川沿いに。でそこがこの立ち入り禁止になっとるんじゃん今で。じゃっけなんていう、まっすぐ行きたい人もおるわけじゃん。じゃっけここをちょっとぐるっと回ってくださいねみたいな感じで、あのなってるところの一部だから、入っちゃいけないってことはないと思うんだけど、なんかでもこの土手側から見るとなんかここ入っちゃいけんのかなって思うような雰囲気になってる。でもまあ問題はないと思う。そう、あ、これじゃな、このやつやな。で本来ここまっすぐ行けるんよ、まっすぐ行けるんだけど、まあ、迂回してくださいねっていうやつ一応出てたね。そう、なんかこの前ね、ちょっと前に足高川の土手の様子見に行った時はなんかすげえ草が生えてて、わあなんか手入れとかせんのんじゃなとかと思ってたけど、まあ、この辺だけなのか、まだできてないところもあったんよ。ちょっと見て回ったんだけど、せっかくだから周辺をね、なかなか普段出ないからさ、この辺にも行かないから。そう、でもなんかもう2メートルくらいあのススキとかが生えてる場所もあったり、やっぱ手入れって大事なんだなと思った。てか放置してたらあんな高いところまで草って生えるんだなと思った。もうすぐよあんなん、多分1年に1回は多分草刈ったりしとるんじゃないかなと思うか、勝手に思ってるだけだけど、多分それくらいはしとると思うよ。でそれでさ、ちょっとほっといただけで1年おそらく経たずに、おそらくね2メートルくらいまで草って伸びるんだなと思って、だ人類が滅びたらもうあっという間に草だらけになるなって、何の話あっという間に草だらけになるなって思いました思いました。はい、まあ、今回はこんな感じですが、でこれが、あ、ここの工事はあれなのね、今年の10月4日から来年の7月29日、長えな、まで迂回せんといけんっていうことなんだね。だからこの橋関係のところでも、その場所場所によってそのタイミングが違うというか、終わるタイミングも始まるタイミングもまあそりゃそうか違うみたいですね。そう、でまあこの辺うろうろする人はなんかいろいろ確認しとった方がいいかもしれんね。なんか急にさ急いでんのに通れないみたいなことになってもさ困るじゃん。あらかじめ確認しとった方がいいかもしれない。まあ、こんなとこ普通に通る、急ぎで通ることはないと思うからここは大丈夫だろうけど、普通に橋の周辺とかなんか時々通行止めになったりするじゃん。そうなった時に焦らんようにな、この辺は気をつけていきましょう。まあ、なんか進展があったらまた言います。はい、チャンネル登録、高評価ぜひよろしく。終わります。ありがとう。